はい、今回紹介するのは、僕が作らさせていただきました浮きの方になります。こちら、カゴ釣り用の浮きをちょっと今回作成させていただきまして、まあ、1号から、まあ、2号ぐらいの浮きをメインに作らさせていただきました。浮きの、まあ、作り方なんですけれども、まず発泡スチロールと、まあ、竹串などあれば、中心に発泡スチロールにまず刺していただきまして、でそこから竹串に対して中心になるように、浮きの自分の好きなような形の浮きを作るために、グラインダーであったり、手やすりで、削っていき、自分の理想の浮きに仕上げていきます。その際にですね、円筒ウィングというものをは、市販で売っているんですけれども、そちらをつけさせていただきまして、まあ、つけることによって円筒しやすい浮きを作成することができます。で、浮きの、まあ、作るのにあたって難しい部分なんですけれども、やっぱり浮きなんで浮力調整がかなり難しくてですね、各浮き釣りに対しても、5号の重りを使う方もいれば、まあ、もちろん1号の重りを使う方もいるかと思うんですけれども、そんな中で、浮きがどれぐらい沈んでいるのが理想なのかであったり、まあ、この辺りまで海水まで使っていて、ちょっとした辺りを捉えたいのか、遠くに、まあ、遠投している場合少しでも浮いている方が見やすいっていう、まあ、意見もあるかと思うんですけれども、そういったところを浮きで浮力調整をするのがかなり難しかったです。